藤友前です今回のお題はこちら三菱らしさ満載話題のピックアップトラックトライトンです9月三菱自動車は久々に日本導入を決めた世界戦略車ピックアップトラックの新型トライトンの試乗会を北海道で行いました新型のトライトン一足早くご紹介します 新型トライトンは1978年の登場以来45年間にわたって世界およそ150カ国で販売してきた三菱を支える国際戦略車です。およそ9年ぶりにフルモデルチェンジした6代目となる新型は「パワー・フォー・アドベンチャー」という商品コンセプトのもと開発が進められ内外装のデザインや から車シシー、ラダーフレームエンジンなどを一新したということですまあこれ、かっこいい車だよねでインターナショナルサイズっていうのかな日本市場はあんまり考えてないんでしょうえボディサイズは5360ミ、mm、リ全幅が1930ミ、mm、リですから相当大きいですよねでも大きいからこそのこのデザイン、えー、でダブルキャブでも、ね、結構たっぷりしてますよね。 そしてトライトンのエンジンは3種類あるのですが、すべてが直列4気筒2.4リッタークリーンディーゼルターボエンジンです。三菱自動車らしい凝ったターボシステムで、一番高出力のエンジンだと最高出力は150キロワット。 1500回転から470ニュートンメーターの大トルクを発生すするものになります三菱のこのディーゼルエンジン定評のある、ね、パワーユニットですよね。でこの2.4リッターディーゼルツインターボに6速 AT が組み合わされそして 4WD システムは走行中にダイヤル式のセレクターで 簡単にモード変更可能ということで、まあ、これね、アクロでの走破性もかなり高そうなんですがともちゃんんこれ乗ってきたんだよね、はい、北海道のオフロードコースで乗らせていただいて、うん、結構過酷なコースだったんですけどはい、はい、まずこの新しいラダーフレームあのかなり久しぶりにあの技術を伝承するという意味でも今、作りたかった、うん、ということでしたしうん、うん、あとは足回りなんかも刷新されてるんですがまるで高級 SUV に乗ってるような乗り味。 あとやっぱ三菱といえばオフロード性能すごいじゃないですか。その魅力が満載の一台になってたんですよ、ね。なるほどね。なんかこれ日本市場向けではない大きい車なんだけど、でもあえてこういうの。 乗ってみたいなっていう気になる人多いと思うしい、はい、これベースでパジョルとかも作っちゃえばいいのにねそうですよね、うん、はい。まあそうした意味ではあの誰もが乗れる車ではないんですけど、うん、三菱のオフロード性能の魅力が詰まった一台になっていると思いますので、うんまあ、今後番組でもご紹介できたらと思います以上藤友愛でした旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組それが 車で行こうです。TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また、番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。エンジン